あの子どうしたの？ぼんやりして。もともとのんびりした子だが、この頃ずっとぼーっとだ。仕事にも顔を出してないらしい。おかみさんがえらい怒ってたぞ。ねえ、具合でも悪いのかい？うん、大丈夫。上の空だったよ。ちょっと考え事。でね、決めたの。私、行くよ。それがいいね。仕事に行かないとおかみさんが。じゃなくて、兄さんに会いに行く。兄さん？兄弟がいたのか？どこにいるのよ。あのゼア。兄さんはあのゼアって国で私を待っている。あのゼア？国？そこがお前の故郷ってこと？待てよ、故郷ってお前、記憶が戻ったのか？大濁流の前のことを思い出したのか？もっと話してちょうだい。まだよくわからないよ。ルーンでちょっと見ただけで。でもね、わからないから確かめたいの。だからさ、行ってきます。え、ちょっと。あやふやなのはわかってる。だけど、待ってるだけじゃダメ。歩き出さなきゃ始まらない。だってきっとこれは運命。ルーンに移った兄さんが私を呼んでくれたんだ。さあ行くよ、ソフィー。あのゼア目指して出発。おい、待てこら！仕事サボってどこ行くつもりだ？おかみさん、怒ってるぞ。さっさとクズ拾いにかかれ。役立たずは追い出されるぜ。だったら私、クビっすね。今までお世話になりました。え？じゃあ、はい、さよなら。ちょ、おい！あー、すっとしたー。てめえ、ふざけんなよ。仕事を投げ出すってのか？自分の仕事もできない奴は、どこに行ってもダメだからな。仕事仕事ってしつっこい。自由主義者なんぞ、自分の役割もこなせない役立たずだ。世間に逆らって口ばっかり達者でな、身の程をわきまえろってもんだ。自由自由と騒ぐ奴らがのうのうと暮らせるのも我々ロール主義者のおかげなのにな。か、これがロール主義なんだ。役割で人を縛って自由を奪う。それがロール主義者なんだ。ロール主義？なんだそりゃ。負けないから。ロール主義者が兄さんを傷つけ黙らせようとしたら、私が助けてみせるから。どうする？放っておこうぜ。この辺には魔物も多い。どうせ戻ってくるさ。戻ってきたところでもう居場所はないかもしれないけどな。自業自得さ。ふーん、面白い子ね。それはそうと、あのゼアって、どっち？まあ
信あるのみ。悪い意味でも面白いかね。ちょっと疲れたなぁ。ぼちぼち休憩したいけど、ないよね、休める場所なんてさ。こうなったら仕方ない。根性を出して踏ん張るよ。歩いていけばどっかに着くし。いやすんごいわ、あの子。無理無茶無謀無鉄砲。じゃじゃ馬ってか、暴れ馬？あの子なら、物語のない世界を、突き動かせるかも。だけど、私が導けば、あの子は、巻き込まれてしまう。